はい、基調定例記者会見を始めます。本日の仙台市からの発表項目はございませんので、報道の皆様からの質疑ということで進めたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、報道機関名と氏名を述べていただいた上でお話しください。またマイクの使用についてもご協力をお願いいたします。ご質問いかがでしょうか。では奥さんどうぞ。新報高木です。よろしくお願いします。まずですね、はい、先日衆院選と知事選が投開票されたということに関連して伺いたいと思います。まず全国的に見るとですね、自民党が絶対安定多数を確保して日本維新の会が第3党に躍進したという選挙結果になったと思いますが、こちらの受け止めはいかがでしょうか。はい、衆議院選挙は政権選択選挙であるというふうにして、各党選挙戦を戦ったのだろうというふうに思いますけれども、そういう中で、自民党が安定多数を確保した上で、第三極でもある維新さんが大躍進をされました。これも国民の判断なんだというふうに受け止めております。各選挙区ごとにいろいろな状況の違いというのがあったんだろうと思いますし、その候補者によるところも大きいところもあります。全体的にですね、私は個人的にですけれども、大きな変化というよりも、もうあちこちで地殻変動が起こっているなというふうな捉え方をしたところです。続いてちょっと身近な部分で、はい、お伺いします。まずですね、1区、2区、宮城1区、2区、仙台市内を選挙区するところですが、そちらの結果についてまずどのように感じましたでしょうか。選挙区でお二人の方が当選をされた、そして比例復活で、お二人の方が当選をされた。これまで3人の国会議員でしたから、お一人国会議員が増えたということです。そういう意味ではですね、いろいろな意味で、仙台についてもですね、さらに国に声を届けたり、さまざまな制度の対応についてもですね、活躍をいただくことを期待したいというふうに思います。ありがとうございます。特にですね、一区で小堀さん、土井さんと岡本さんのですね、両者の応援のマイクをですね、連日握られたました。それで岡本さんのところに来たときに、我々ちょっとお話を伺おうとしたところ、お話をいただけないということだったんですが、改めてですね、どのようなお考えでああいう形でのマイクの握り方をされたのか、お考えを教えていただけますでしょうか。当初、知事選についてはこの会見の場でも申し上げておりましたけれども、衆院選についてはそういう応援をする予定はないと、答えていたと思います。終盤に入ってですね、いろいろ動きがございまして、マイクを持たせていただくことになりましたけれども、これも私の立場は、私は政党人でもございません。仙台市長として仙台市政に、そしてまた仙台市民のためにを考えてマイクを持たせていただきました。それが2日連続だったということもあるかと思いますけれども、いろいろなご意見が私のところにも寄せられました。いろいろな動きがあって仙台市民のことを考えてということですが、ちょっともう少し詳しく仙台市民のことを考えて、なぜような仕方になったのかという、ようなというのがごめんなさい、ようなというのはどういうことを、おっしゃっているのでしょうか。両者に対して、どちらか片方ということでもなく、両者に対してそれも連日でという形になったと思うんですが、当初もともとやるつもりがなかったというふうにおっ
っしゃっていたと思いますが、なぜ仙台市民のことを考えた結果、両者の応援のマイクを握ることにしたのかというところを教えてください。いろいろいきさつはございましたけれども、ご両人とも前職、現職として仙台市政に対して、いろいろとご協力をいただいたわけであります。一方に参ったということもあって、これは政権党に対しても私いろいろお願いしなくちゃいけないこともございますし、この間さまざま土井さんにはお世話にもなってきました。そういう意味で、応援をさせていただきました。またそのことを岡本さんの方からもですね、ぜひ私の方にもというふうなご依頼があって、調整がなかなかつきませんでですね、公務の合間を縫う形になりましたけれども、翌日になったということです。すみません、それで私のところにもいろいろな声が届いたというふうにおっしゃいましたけど、どのような意見が届いたんでしょうか。ですね、いろいろです。本当にさまざまな声をいただきました。ただあれですね、そうですよねと、仙台市長の立場ですから、そうよねというふうな声も相当数ございました。そうですよねという声もということは、ちょっと厳しいような意見も届いて、厳しい声もいただきました。すみません長くなってしまうという、次でひとまずはい、したいと思うんですが、知事選についてですね、村井さんが5選決められました、その結果についての受け止めをお願いします。これは、村井知事におかれましては5選を果たされたこと、心からお祝い申し上げたいと思います。応援の時にも申し上げましたけれども、さまざまな課題が山積する中でですね、県民の皆さんたち、市民の皆さんたちが安心して暮らせるようにですね、これからもきめ細かに取り組まれることをご期待するところです。で、私といたしましても、これまで同様に言うべきことは言わせていただく、この気持ちに何ら変わりはないところです。はい、他にご質問があるでしょうか。NHK さんどうぞ。NHK の東田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村井知事なんですけども、4病院の再編を公約に掲げて当選を果たしました。で、当選されたわけですから一定数信任を得たということになると思います。信任を得たんですけども、この4病院の再編について郡さんは改めてどのようにお感じになられてますか。実は仙台市のですね、得票数、得票割合というのを出させていただいたんですけれどもね、前回との比較になりますけれども、仙台市域では、79% から 60% まで、村井さんの得票割合が下がっております。で、中でも4病院に関わる青葉区、大学区、この2つの区域についてはですね、78% から 57% と下げ幅が相当多くなっています。で、これはこれまでこの4病院に関しての村井知事の対応に対する反応が相当程度あったものと、このように認識をいたします。私としてはですね、これは4病院再編の、問題について、仙台市民の民意、声というふうに受け止めていただきまして、これまでの経緯ですとか再編方針に対する疑問はもちろんのことですが、市長として申し上げるべきことはしっかりと申し上げてまいるというふうに改めて思ったところです。知事におかれましてもですね、県民である仙台市民のこれは声であるとしっかりと受け止めていただいた上で、市民の深い理解をいただけるように、理解を得られるように丁寧な説明、そしてまた真摯な対応をしていただきたいというふうに思うところです。市民の理解がしっかりと進むように対応をお願いしたいと思います。
これほど知名度のある現職が仙台市内でこれほど落とすというのは、まあ、異例といっては異例だと思いますね。郡市長としてはこれは民意として一回立ち止まった方がいいんではないかという考えでしょうか。今県の方でもいろいろと整理をされていると思います。知事も今回のこの数字をですね、しっかりと分析をしていただいた上で対応を願いたいと思いますし、私も仙台市の考え方というのをまとまり次第知事に直接お話をさせていただこうというふうに思っているところです。もう一点関連しなんですけど、今和会の人選について何か決まったことはございますか。はい、今まさに人選を急いでいるところでして、今発表できるような状況にはないのですけれども、こちらも急ぎですね、開催ができるように準備を整えてまいりたいと思っています。目処として人選いつ頃までに発表っていうのは具体的に答え、私まだ担当課長から答えられることございます。ありますか。特にまだということでごめんなさい、お許しください。もう一点すいません、はい、衆議院選挙の開票作業でですね、予定時刻よりも青葉区が7時間遅れたということがありました。その件について小井さんの受け止めをお願いします。そうですね、眠れぬ夜を過ごされた方々も随分多くおいでだったのではないかと思います。今回の選挙における選管の対応について少し所感を述べさせていただきたいと思います。今回投票事務においては期日前投票においてもまた当日においてもですね、ミスがございました。これはこれまでの選挙を検証してさまざま対策を取ってきた中で防げなかったということについて残念だなというふうに思うところです。また台北区選管においては国民審査の開票の終了が翌日の午前11時過ぎになりまして、これ全国的に見てもかなり遅くなったわけです。また開票作業においてもですね、なかなかスムースにいかないところもあったわけですが、これは正確性を担保しながら、迅速にそれでもやっていかなくちゃいけないという、これ二律廃反みたいなこともございますけれども、すごく慎重にしたがゆえに遅くなったというところもあったのだろうというふうに思います。いずれにいたしましても今回の選挙における課題というのを検証した上でですね、必要な改善点があれば次の選挙までに適切に対応してもらいたいと思います。はい、他にご質問いかがでしょうか。どうぞ、KGB さん。KGB の川原です。よろしくお願いいたします。ちょっと話が戻りまして、総選挙のことをお伺いします。はい、市長の応援のことについてちょっと詳しくお伺いしたいんですけれども、市長、前回の選挙の時は岡本さんが自分のご自身のご後継だというふうにおっしゃって応援に行かれたと思います。それで、4年後、土井さん、現職ということもあってああいうマイクの握り方になったかと思うんですけれども、この4年間の変化、ご自身が市長になられた上での応援ということで、この4年間の変化についてちょっと詳しく、どういう心境の変化があったのか、どういうお心持ちで、マイクを握られたのか教えていただいてよろしいですか。前回、1期目の選挙の時にはああいう構図の中で戦いました。そして私は国会議員のバッジを置いた上で、でしたけれども、議席をなんとかということもあって、その岡本さんが立候補をされたわけですね。私自身は政党を離れておりましたけれども、ずっと長いこと一緒に活動してきた、そしてまた市長選挙においても大きな力を果たしてもらったということもあって、応援をさせていただきました。今回改めてですけれども、私はあの時もそうですけれども、今も政党人ではございません。どこの政党に属しているわけでもないものであるということ、まずここを皆さんに
市民の方々にも理解をいただかなくちゃいけないと思うんですね。まだ、政党人だと思っておられる方々も少なくないのかもしれません。しかしそうではないということと、加えてもとより私自身は、仙台市民のためにということで、市民党というふうにしてこの間活動といいましょうか、やってまいりました。そういう中で、仙台市政のために、市民のために、最良であること、これを考えた上で活動してきたものでして、何ら変化をするものではございません。ありがとうございます。土井陣営の土井候補での応援の時にですね、私と の関係は今までの関係とは違うんですよというようなことをおっしゃったかと思います。はい。過去に議席を争った相手に、その応援の弁士としてマイクを握るというのはどういった心境だったんでしょうか。4回土井さんとは戦いを進めてまいりました。そういう意味でですね、それぞれ共に国をどういうふうにしたいかという気持ちで戦ってきたんだというふうに思いますけど、私はもうすでに立場が全く違っております。そういう意味で国のために、そして仙台のために、宮城のために、東北のためにご貢献いただきたいという気持ちで握りました。ありがとうございます。はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。すいません、川口君、すいません、確認なんですけど、はい、宮城美空の、はい、前議員だったら秋葉さんからは応援の要請っていうのはなかったんでしょうか。選挙期間中ですか。はい、ございませんでした。はい。特に要請がなかったので、マイクを握る場面みたいなのはなかったという理解でよろしいですか。はい、はい、他にご質問よろしいですか。どうぞ、青木さん。すみません、川口新聞の須田です。はい。読み病院の関係で、はい、知事選、終わった後、知事とは、何かやり取りはあったんでしょうか。おめでとうございますというお話をさせていただきました。またさまざまな課題についてはいろいろお話をしましょうねということを確認いたしました。その中で具体的に4病院っていうのは出てない。具体的には話題の中に上りませんでした。短い時間ということもございましたので、個別の話はいたしません。それは直接電話、直接、はい、お電話でも、メールでもいろいろやり取りさせていただきました。知事から何かこう返答は。いや、ですから知事もそう、これからもよろしくというふうにお話もございましたので、こちらこそよろしくお願いしますということです。はい、わかりました。はい、ご質問よろしいですか。どうぞ。共同通信です。はい、すみません、2点あります。まず最初なんですけれども、だいぶ一番冒頭の部分に戻るんですけど、はい、衆院選のですね、所管のところでですね、あちこちで地殻変動が起きているというようなおっしゃり方をされたんですけれども、それはどういったところを捉えての感想なのかをちょっと確認させていただきたいなっていう。ですね、選挙区ごとにそれは全く違っているかと思いますけれども、それこそご高齢の、ご高齢のといったあれですけれども、ベテラン議員 の落選、ですとか、世代交代が動いているなということですとか、それから政党もですね、さまざまな政党が生まれてきているなですとか、それからまた地域政党の躍進ですとか、そういったことを指して申し上げたところです。分かりました。ありがとうございます。もう一点なんですけれども、仙台市展開のその開票事務の、選管の開票事務の関係で、今回だけ見てもだいぶ遅れてるんですけれども、もうずっと国政選挙か何かで、開票作業についてですね、ミスがあったり、トラブルがあったりっていうのが続いていてですね、今回も全国的に見ても選挙区の確定がだいぶ遅れているっていうのもありましたから、
あの特別何かこう検証作業、今までと違った形でやりたいとか、例えば選挙事務所そのものについて何か検討し直すみたいなことってあり得るんでしょうか。あのどうなんでしょうね、まあ、迅速にするために機械の導入をいたしましたけれども、その機械で票をあの計算することがあのでも少しあの重なっていたとかいろいろあったりしたというふうにも聞かせてもらってます。そういう意味ではですね、なかなかあの、まあ、基本的なあの事務になるわけなんですけど、業務になるわけですけれども、あの正確であることを念頭にしながら迅速にしていくというこの難しさはやはりあるんだろうと思います。とりわけあのいくつか選挙が重なったということもあります。票数自体もかなりのボリュームである都市にとってはですね、やはりあのなかなか大変なところであって、これまでの検証を生かした研修なりあのしているわけですけれども、さらに今回もですね、どこがどうであったのか検証していただいた上で次の選挙までにはしっかりと対応していただきたいと思います。はい、ご質問いかがでしょうか。どうぞ。また、知事選とですね、あの病院再編の取るんですけれども、はい、あの病院再編についての、あの郡市長ご自身の賛成か反対かというところなんですが、あの先日はですね、あの知事選の選挙期間中だということで、あの答え、回答を控えるというような答えだったと思います。あの今回あの知事選投開票結果が出ましたけれども、改めてあの賛成か反対かお答えいただけないでしょうか。簡単には申し上げられないと思ってるんです。と言いますのも、これ病院の経営に関することにも深く関わってくるというふうにも理解をしております。そういう意味でですね、仙台市としては市民の皆様方 の, あの医療をしっかりと守っていく立場がございますので、そういう意味でですね、懇話会を立ち上げさせていただき、あの仙台市の医療がどうあるべきなのかをご議論いただくことがやはり重要なんだというふうに思っております。あとすみません、もう一点、日曜日、あの村井さんがあの当選確実となって、うん、小石さんもあの事務所の方にあのいらっしゃったと思うんですが、その後ですね、あのすっとこう帰られてしまって、あの直接お言葉も交わしてないというふうに、まあ、その後あの電話で少しお話をされていたと思いますが、あのどうしてあのそのような、あのせっかくいらっしゃったんで、こうもうちょっとこうお話というかされてもよかったのかなと思うんですけれども、例えばあの4年前はあのガチリとこう握手も交わされていましたけれど、ちょっとあのその時とは変わったということなんでしょうか。ですね、あのその後もですね、いろいろとあの、私自身もあのスケジュールがございまして、少しお話が長くなるご様子だったものですから、大変申し訳なかったのですけれども、途中であの失礼をさせていただきました。はい、他にご質問いかがでしょうか。パークさんどうぞ。話変わってワクチンの件で伺うんです、はい、3回目の接種なんですけれども、あの国からの方針で全ての人を対象にということになりましたけれども、あのワクチンの接種方法についてはこれまでと変わらず、まあ、個別と集団組み合わせるという形で用意されているということでよろしいですか。そういう方向です。はい、市長から補足よろしいですか。はい、確信しているものの、あの市長申し上げた通りで、基本はそういう方向で考えてございます。であの12月以降ですね、あの集団接種会場については、これまで通り14カ所を続けていくのか、ちょっと何かこう変えていくのかという。あ、じゃあこれはどうか。市長から、はい、あのそれはあれですよ、12月以降 の, あの1回目2回目をどうしようっていう、そういう話ですか。3回目も含めてこれまで通り土日は、まあ、そこを接種会場として使っていくのかということ、全ての会場を同じボリュームでやるのかというそういうことですけど、ですね、あのおそらく1回目2回目はあのこれから12歳になるお子さんたちのためにも
丁寧にやらなきゃいけないとは思っているものの、同じボリューム感ではないだろうなとは思っています。そのことによって3回目接種に関して言うと、12月というのはおそらくその医療従事者の方から始まっていくので、大きな病院にお勤めの方が中心になってくるということがあると、集団接種というよりもそのまず病院でその各人員で打つというのが、まずは中心になるのかなと思っています。だから12月どうなるかとなると、なんと今、なんつうか、いろいろ調整中でございまして、同じスケールになるかというわけではないと思います。あとその後、1月、2月以降どうなるかは本当にこれから調整中でございまして、今具体的に今こうだというなかなか言いづらいところがございます。以上です。ですね、市民センターについては、土日をですね、使いたいっていう市民の方も多くて、12月は、どこか分かりませんけれども縮小していくというような方針でいいということで、今の考えだといいんでしょうか。これは、はい、すいません、もう少し調整させていただきながらということになるかと思います。でも、少しお時間をいただけてちょっと調整したいと思っております。そういうニーズがあるのは承知しております。よろしいですか。他にございますでしょうか。どうぞ。すいません、ちょっと民意っていうこと、民意の捉え方ってことについてちょっと伺いたいんですが、4病院の再建に関してですね、知事は今回公約に掲げて、昨日の当選後の話でも当選したことを思ってですね、民意を得たというかですね、ということで、公約実現に向けて頑張るんだというようなことをおっしゃってて、それに対して以前こちらの記者会見の真鍋市長は、その当選を持ってですね、それがイコール4病院を受けるという意味ではないということで釘を刺された経緯がある。これはこれで一つのお考えなのかなというふうに思うのですが、一方で先ほどはその仙台市内の特に青葉区と大白区の票が現実だということをもって、それは市民の民意だというお発言がありまして、ちょっと私には理解が難しくてですね、民意を、選挙の民意というのをどういうふうに捉えているのかというところをちょっとご説明いただきます。ありがとうございます。これはですね、非常に知事がどのように受け止められるかですけれども、私といたしましてはですね、前回と比べまして大幅に得票割合も減らされたし、得票数そのものも減らされております。投票率が上がったにもかかわらずこういうことになっているということについて、このことはやはり重く受け止めていただきたいというふうに思うところです。とりわけ青葉区、大白区でですね、村井さんを支持されていた方々が現じているという問題というのは、やはりこのことと深く関わっているのだろうというふうに思います。そういう意味でですね、ぜひこの声をしっかりとして、しっかりと受け止めていただいた上で、丁寧な説明のみならずですね、市民の皆様方に理解が得られるように対応していただきたいという思いです。私は知事の思いでも何でもないんですけれども、その率でいけばですね、全県で言えば過去2番目に多い得票数を得たというのも一つの民意であって、であるならば4病院再編もその公約の一つですから、そこに対して圧倒的な民意を得たとも言えるのではないかと思うので、そこにその、矛盾というかですね、ちょっと理解ができないなという部分なんですね。それはいろいろな言い方があって当然のことと思いますが、私自身は仙台市長の立場で仙台市内の有権者の皆様方のこの対応反応ということを受け止めさせていただいた上で申し上げたところです。はい、他にご質問よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして本日の定例市長記者会見を終了いたします。ありがとうございます。お疲れ様でした。